ホンダトルコリラ、トルコリラ TL は、ホンダ技研工業並びに、RSC、HRC が製造を販売するトライアル用オートバイのシリーズ商標である。本校では関連して、後継車種の TLR-TLM 並びに、競技用モデルの RSTR-TL についても解説を行う。トライアル用モデルは、車重が性能に直結するためべて軽量な、 単気筒エンジンを搭載する。本、ペットネームは、まだ、トライアルという競技が、一般的でなかった当時にバイクを強調した、バイクトライアルスを略した造語である。1973年に発売された、国産初のトライアル用市販車。トライアルの神様と呼ばれた、イギリスのサミー・ミラーが開発に携わった。搭載された、クーレ4ストローク再チェシーエンジンは、 CBSL の 125cc モデルと基本設計が共通で特性を入門用マシンとして初心者でも扱いやすくチューニングされた。この結果、日本国内で一気にトライアル熱が高まり1979年まで販売された。エンジンの内径 X 工程はヘッドカバー一体の初期型が 56.0X49.5mm で 排気量 122cc、別体となる後期型が 56.5x49.5mm で排気量 124cc となる。<music> 1973年12月にヤマハはイギリスの天才ライダーでトライアルの魔術師のニックネームを持つミック・アンドリュースの協力を得て市販車タイ 250J を発売したが、 対抗するため 125cc より高い戦闘力を持つモデルとして1975年に発売された。2ストロークエンジンを搭載するタイよりも車重的に不利にもかかわらずで、内径 X 工程 74.0X57.8mm の4ストロークエンジンは扱いやすく高い評価を得た。なお、国内4大メーカーのほか2社におけるトライアル車の 開発については、鈴木は、イギリスのビーミッシュと、共同で、RL250 を開発した型排気量への展開は見られず、川崎は、ワークスレーサーのキロトンとその技術による市販車、競技専用車のみ、を発表している。1976年に発売、CB50 系のエンジンを搭載し最高出力は、4、2PS。 タイヤは18.17インチのため競技用ではないが、クラス内でも、軽量の車体は、対50と共に入門用として評価された。バイアルス125トルコリラのエンジンをベースに、内径 X 工程を 64.0AX61.5mm へ拡大したコンペマシン。200トルコリラ R からのフルモデルチェンジ車。エンジンは、基本設計を XL125S と共用しており、オイルラインを外側に移動したため内径、X 工程を 66.0X57.8mm としたほか、アンダーガード素材を旧型の FRP からアルミニウム製へ、マニュアルトランスミッションを5速から6速へ、点火装置をポイントから CDI へするなどの変更点がある。1977年から、 岩手県で E 波頭部トライアルが開催されたが、バイアルス125トルコリラは1979年に生産終了となった。しかし、競技熱の高まりを受けて1981年から再生産されたモデルでペットネーム競技名の E 波頭部を付帯する。バイアルス125トルコリラと告示しているが、クランクケースは強化された XL125S のものに、 電化が CDI に変更され、サスペンションもフロントが、セミエアサス、リアには倒立サスが採用されるなど熟成が進んでおり、共通部品は意外に少ない。エンジンは4サイクル OHC 短期等で、最高出力は 8.5PS となる。またこの頃、バイクブームにより、ニーズが広がりを見せる中で、トレッキングバイクというカテゴリーが生まれ、 デュアルパーパスほど激しい性能を求めない、オフロードバイクが求められた結果とやるに使用しない、ユーザーも増えている。トルコリラシリーズの生産中止後も、ホンダのトライアルへの挑戦は続けられ、ワークスレーサーの RST が、世界大会への参加を続けた。外国車やヤマハが採用しているニストロークエンジンと、互角のパワートルクを得るため他社より、大きい排気量のモデルも製造された。 125トルコリラ SE 波頭部に組み込む、キットパーツとしての販売。66.0、49.5、シリンダー、ピストンのほか、アルミタンクや、コンペシートもあった。エンデューロマシン、XR200、A をベースにタンクシート一体型シェルターをかぶせて、トライアル入門用とした車両。3つまたにトライアルオフセットもなく、ミッションレシオも XR そのままであった。ボ ストロークは65.5、57.8。当時200トルコリラリーが45万円だったのに、対し32万円と安価ではあったがほとんど売れなかった。200トルコリラリーのマイナーチェンジ、ほとんど名称変更にとどまる版。66.0、57.8。RS200T を排気量アップしたモデル。66.0、65.0。 RS200-220T の排気量アップに加え、各部に大幅な変更を加えて、戦力をアップしたリア日本ショック最後のコンペモデル。70.0-64.9 TLR200 TLR250 輸出用ツインショックをベースとして保安部品を省き、トライアル入門用とした車両。70.0-64.9 1980年には、ハットリの RS250T が初得点している。また山本正也の乗る RTL250SW は1984年には、世界初挑戦で6位、年間総合は21位の成績を残している。さらに、1982年から1984年には、天才少年の異名を取ったエディル・ジャーン。 当時20歳が RS360T で総合優勝し、しかも4ストロークによる初の総合優勝、ホンダのトライアル第一期黄金時代を築く、RS の優勝を受け、技術のフィードバックを行った新型市販車の開発が行われることになった。バイアルス時代から一新された本格的なフレームで1983年に発表された。 発棒されていた新型の登場に人気が爆発、トライアルバイクながら一時期ではあるが売り上げランキングで1位になった。エンジンは XL200R 系のものを搭載しているが、デチューンされており、最高出力は 12PS となっている。200と同時開発された125は、歴代トルコリラで唯一リアキャリアとタンデムステップが標準装備されたモデルであるが、 他のトレール車などと比べると、現実的にはシートが小さいため二人乗りはかなり高く、パーツリストに掲載されているリアキャリアに取り付け可能なピリオンシートもキャリアの積載可能重量とリアースクールのほぼ真上に位置することからため実用性は乏しい。最高出力は 9.3PS。なお、200cc とほぼ共通のフレームや外装を持つため、 TLR125 と紹介されることがあるが、名称はあくまで125トルコリラである。TLR200 が、後継の TLM200R にモデルチェンジされた1985年、以後も4ストークのままで生産された。200、125と共通デザインで開発された、原付きモデル。MBX50 と同系列の2ストロークエンジンの空冷に、 サイクルエンジンを搭載。最高出力は 4.8PS とかなり控えめとなっている。200、125と変わらない大柄なボディながら、軽量、安価ゆえの入門機として扱われた。1986年、RTL250S イメージの高度走行可能モデルとして、大塩パイプダイヤモンドフレームに、エイテビ K ベースの 250cc エンジンを搭載し、 リアサスペンションにプロリンクを採用した TLR250R が表された。ボディは4サイクルでありながら軽量かつエンジンの出力もアップされたものの、すでに発売されていた TLM200R に比べ 7kg 重く、販売数は伸びなかった。RTL250S との共通パーツは極小ない。最高出力は 14PS とトライアルバイクではトップクラスであった。 性能のさらなる追求から軽量化を目指した結果、ついにホンダモニストローク、ピストンリードバルブ単気筒エンジンを搭載、最高出力は 13PS。1985年に発表された TLM200R は TLR202 のスリムなフォルムにプロリンクサスを搭載した。1988年、排気量を変更し 220cc となった。 クラッチ容量の増大や前輪ディスクブレーキの採用などより現実的に戦闘能力が向上された。同じくにサイクルピストンバルブ短気筒で最高出力は 13PS。3回のグラフィック変更の後1994年の生産終了により、ホンダの行動走行可能なトライアル車はすべて生産終了となる。TLM が 競技専用に使用されることが多かったことから、1989年に排気量を 240cc にアップするとともに、保安部品を排した競技専用モデルが HRC から発売された。TLM240R をフロントディスクブレーキにマイナーチェンジしたモデル。1990年にはさらに排気量が拡大され 260cc となるとともに、 フレームが一新された。1990年から1991年には成田匠が世界選手権で成績を残している。1994年に発売されたコンペティションモデルでアルミツインチューブフレームに倒立式フロントサスペンション HRC 発の2ストローク水冷エンジンを搭載している。これまで TLR は四ストロークのモデルに与えられた名称だが このモデルは唯一2ストロークである。モンティッサからはコッタ 314R という名称で発売された。TLR200 が2ストロークの TLM に切り替えられた後日ゴも4ストロークのトライアル車の開発は続けられ、1985年コンペティションマシンとしてはホンダで初めてリアサスペンションにプロンクを採用した RTL250S が発売された。 ワークス車両はダウンチューブ1本の RTL250SW 最終型では RTL270SW272cc であった。1990年代後半になるとホンダとヤマハはフレームの開発から撤退しヨーロッパのフレームメーカーにエンジンを供給するようになる。ホンダはスペインのモンテッサが開発したフレームに 自社の水冷にストロークエンジンを搭載した、モンテッサ・ホンダ RTL250R を1996年に発表する。この車両の戦闘力は高く、マルコ・コロメが1996年に、またドギーランプキンが2000年から2003年まで世界選手権を制するとともに、2004年には藤波隆久が日本人初の総合優勝を果たし、ホンダのトライアルにおける、 第2黄言時代を築く。2004年には、ホンダの社内コンテストで、朝霞研究所の社員によって、RTL のフレームに、バッテリーとモーターを積んだ電動トライアル車が、製作されている。オートバイレースにおいても、環境負荷の高い2ストロークエンジンは4ストロークに、切り替えられることになり、2005年の途中に、CRF250R をベースとした。 水冷4ストロークサイチェシーエンジンの RTL25F が発表される。RTL は、ホンダの競技用車販売部門である、HRC から供給されている、保安部品のない競技専用モデルである。ただし、モンテッサから、同じ車体に、ライトや、スピードメーターなどの保安部品を装着しこったマイナス 4T は発売されており、行動を走行する。 ツーリングトライアルなどに使用されている。2008年からは排気量が拡大され、RTL260F となった。なお、高度モデル残ったマイナス 4T は引き続き 250cc。2016年モデルより排気量が拡大され、RTL300R となる。なおエンジンは、 モンティッサのコった 300RR と同型で、車体は 260F をベースとしている。エディル・ジャーンただ一人のために作成された、スペシャルコンペマシン。エンジンのルーツは遠く250トルコリラであるが、4バルブから2バルブへの変更やマグネシウムの多様、クランクケース内軸位置の変更などでもはや面影を止めていない。リア2本ショックモデルとプロリンクモデルがある。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。